こちらです。安倍元総理が亡くなってから昨日丸2ヶ月が経ちました。岸田総理は昨日今月27日に予定されている安倍元総理の国葬について初めて国会の場で説明しました。福岡の人たちはどう感じたのでしょうか。その都度都度政府が総合的に判断をし、どういったこの形式を取るのかを判断する、これがあるべき姿だと。岸田総理は昨日安倍元総理の国葬を決めた主な理由として、憲政史上最長となる8年8ヶ月も総理を務めたことなど4つの理由を挙げました。安倍元総理の国葬とその説明について、福岡の人たちはどのように考えているのでしょうか。反対の理由の方が見つからないですし、各国から手を合わせたいっていらっしゃることに対しては、やはり国で迎えていかないと。いや、今まで日本国をなんか発展に導いて貢献されてきたからっていう。最初は賛成かなと思ったんですけど、ちょっと費用を聞いてちょっとどうかなって。ちゃんと国会で審議してもらうのは困るねって。勝手には何でもかんでもあれやんか、内閣で決めてもらったら困るじゃん。今日福岡市と北九州市で合わせて51人に調査したところ、国葬に賛成と答えたのが18人、反対は24人、どちらとも言えないと答えた人が9人でした。また岸田総理の説明について尋ねたところ、大半の人が説明不足と答えました。安倍元総理の国葬について福岡県の服部知事は次のようにコメントしています。ご案内がいただいた場合には県知事の立場として公務として出席する意向を持っております。福岡市の高島市長は、案内があれば行政のトップとして出席して弔意を表明したい。北九州市の北橋市長は、さまざまな声もあるが国の公式行事として案内をいただいた場合には公務で出席する意向を持っているとしています。賛成か反対か、安倍元総理の国葬については世論が2つに分かれる中、法律上問題はないのでしょうか。憲法を専門とする九州大学の南野教授は、法的には問題ないと説明します。国民の権利義務を変動しないので、これは法律上の根拠なしに行政限りで決めていいというふうに説明ができると思います。その上で南野教授は、国葬を決める法的な部分と政治的な妥当性は切り分けて考えるべきと主張します。反対っていう、そういう意見が、各種の世論調査見てもそうですよね、高まっているわけです。でそうなりますと、やはりなお一層にもかかわらず内閣限りで国葬を決定していいのかっていう、そういう政治的な正当性が問われるんですね。でそうなりますと、やっぱり国会でもっと時間をかけて与野党に納得してもらう、そういう努力を内閣はする必要が出てくるというふうに思います。安倍元総理の国葬をめぐっては県民の間でも意見が割れています。国葬に公金が支出されている以上、その使い道には丁寧な説明が求められます。代わっては